龍ヶ崎市外龍ヶ崎市は、茨城県南部の県南地域に位置する市である。東京都市県茨城県。市の名前については、様々な表記をされるが、正式には、龍ヶ崎市で、龍家を使用する。ただし、関東鉄道の駅は、龍ヶ崎駅、県立高等学校は、龍ヶ崎の文字を使用するなど、施設によって表記が異なる。 郵便番号の上3桁は301。東京都心から約 45km の位置にあり、ベッドタウンとして、市北部の丘陵地帯に龍ヶ崎ニュータウンが開発された。本自治体の正式表記は龍ヶ崎市である。これは1954年に自治体ができた時に漢方に載った表記であり、1996年から市の公文書は龍で統一されている。 一方、茨城県は、公文書には、常用漢字を使うという文書管理規定があるため、県の施設名を、竜で統一している。関東鉄道は、開業免許状などの古い文献で、竜、65年に合併したあたりから、竜である。また、筑波銀行は、竜ヶ崎、常用銀行は、竜崎である。さらに、施設名や企業名などでは、小さい。 毛を使った表記も見られる。昭和50年代後半からの龍ヶ崎ニュータウン造成により人口が増加し1995年には人口増加率で全国第2位を記録した2015年前後に減少傾向に転じたと見られる龍ヶ崎市中心部周辺の空中写真1989年撮影の8枚を合成作成 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧川原大村と旧北文館村及び旧高須村は北相馬郡、すなわち下宇佐国であった。それ以外は元来日立国川地郡であった。国会側が現在より東を流れ国境を形成していたのである。旧龍ヶ崎町中心市街は 関東鉄道龍ヶ崎線龍ヶ崎駅から東に 2km 程度伸びている。その中には、薬師堂、八坂神社、龍泉寺などの古い寺社があるほか、当時の豪商、小野聖屋の店舗兼住宅が残されており、国の登録有形文化財に登録されて保存されている。江戸時代以前から地域の商業都市として栄えた。805年に、 日立国府に向かう東海道の経路が変更され、房付近から北上し、龍ヶ崎付近を通った。その後も武蔵国から日立国及び東北に向かうルートだった。江戸幕府によって、水戸街道が制定された際に、水戸街道は龍ヶ崎より、西の取出塾、藤城塾、若柴塾、牛久塾を抜けるルートになり、龍ヶ崎は正式な街道筋からは外れた。 その後も、藤城宿と若芝宿の間にあるお岩家から、脇街道が分岐し、龍ヶ崎を通った後、現地葉県のふさ、木下、あじきを経由して、成田に至っていた。また、古海側、利根川、江戸川の水運もあって、交通の要衝、物資の集積地であることに変わりなかった。また、旧三戸街道の若芝宿は、現在の龍ヶ崎市内に含まれている。 若芝宿は南東端の八坂神社、北西端の金龍寺に挟まれ、両端にクランクを持つ古い宿場町の立地をよく残す町並みとなっている。突起なき場合、歴代市長による、龍ヶ崎市議会その他、テニスコートなど県議会日立県議、岡本、日本などの工場がある。市西部に位置する龍ヶ崎市駅、佐野木駅が玄関口となる。 定期便はなし明治神宮での癖の里関の奉納土俵入り。ありがとうございます。